こんにちは、リンカです。いつもご視聴ありがとうございます。あなたは神社にお参りに行った時におみくじを引きますか？私は必ずおみくじを引きます。また、普段はおみくじをやらない人でも、初詣では今日は特別だからとおみくじを引く方も多いのではないでしょうか。しかし、運試しのつもりで引いたおみくじがなんと今日だった。これって落ち込みますよね。しかし、おみくじの今日は必ずしも運気が悪い、悪いことが起きるという意味ではないのです。そこで今回はおみくじの今日の本当の意味についてご紹介いたします。それでは行きましょう。雑学知識、意外と知らない？おみくじの今日、本当の意味とは？おみくじの結果の意味。おみくじというと、吉や凶などの結果だけに目が行ってしまいがちですが、おみくじとは本来、神様の意見を伺うためのものです。古来日本では、後継者など政治上の重要事項を決定するとき、真意を尋ねるためにくじ引きをする習慣がありました。重要な選択を迫られたとき、どうするのがベストなのかを神様に聞いて決めていたんですね。その実例として、室町幕府の6代目将軍足利義教が清水八幡宮のくじ引きにより将軍になったという話は有名です。つまり、おみくじの結果というのは相談事に対する神様からのアドバイスだと考えてください。今日は運が悪い、運が良いという運試しではなく、より良い未来を迎えるためのアドバイスを神様からいただくという考え方が正解です。なので、今日が出てもそれはこれから悪いことが起こるという意味ではなく、このまま行くと悪い結果になりそうだが、こうした点に注意すれば避けることができるという意味が込められています。そしてもう一つ、今日は今がそこでこれから良くなっていくという面を持っています。今が最悪ということは、これからは良くなるばかりだとポジティブに捉えることができます。今日が出る確率。現在普及しているおみくじは、神社やお寺がそれぞれ独自に吉と凶の割合を決めています。ちなみに、元三大師の元祖おみくじでは凶の割合は 30% ですが、今ではもっと少なめに設定している寺社がほとんどなんだとか。凶を引いてしまった人がショックを受けないようにと、極力凶の数を少なくしたり、全く凶を入れていない寺社も少なくないそうですよ。例えば有名なところでは、菅原道真公を祀る東京の湯島天満宮のおみくじには凶がありません。一方、浅草寺のおみくじは江戸時代の元三大師みくじをほぼそのままの形で受け継いでおり、次の割合で吉と凶が入っています。大吉 17%、 吉 35%、 小吉 4%、 末吉 6%、 末小吉 3%、 凶 30%。 今日のおみくじを引いたらどうするのか。おみくじは神様からの手紙のようなものなので、結果が吉か凶かに関わらず、基本的には持ち帰り、自らの戒めや行動指針とするものです。でも、境内に結ぶのも間違いではありません。おみくじを結ぶ習慣は江戸時代に生まれたもので、悪い結果の場合、身代わりになってもらうという意味が込められています。また、利き手と反対の手でおみくじを結ぶと修行になり、強運を吉運に転じてくれるという説もあります。必ずこうしなければという決まりはありませんので、おみくじの内容やその時の気分に応じて好きな方法を取れば大丈夫です。おみくじの引き直しはあり？なし？おみくじは神様からのメッセージですから、おみくじを引き直すということは神様の言葉を疑うのに等しいことです。東洋占術の世界には、再生すれば汚れるという言葉もあり、結果が気に入らないからといって占いをやり直すことはタブーとされています。ただし、おみくじの引き直しは基本的に NG ですが、もしどうしてもおみくじを引き直したい場合は、神様にもう一度教えてください、
どうすれば基地に転じますか？と丁寧にお願いしてから引くようにしましょう。さて、いかがでしたか？この動画を最後まで見てくれてありがとうございました。最後にアンケートのご協力をお願いします。なるほど、初めて知ったと思った方はグッド評価、おみくじなんて信じないと思った方はバッド評価をお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。